アニョン、エスプレッソアディクティブ、韓流ラバーズ、アレックス・ハル・ウン、ユンミン。Hey, what's up, everyone? アレックス・ハル・ウン。本日、研究で動画を回させていただいてます。はい。とても悔しいです。とても未だに傷ついてます。はい。実はそう、未だにね、ネットで騒がれているなんか自分自身の情報が曖昧に空回りされていたりとか、なんか適当に記事を書かれていたりとか、すっごくねそれが傷ついて悔しいです。はい。なので、まあ自分のね、私自身が、自分から本当に発したいなと思って、本日は緊急で動画を回しております。はい。まあ、その内容としましては、まあ、アレックス杉原で調べていただければいろいろな情報がわーっと出てくると思います。まずで、その中で、まあ、書かれている内容、なんかいろいろね、偽りが多いんですよ。なのですごくどうしてこんなことになっているのかなと自分でも思って、研究でちょっと回させていただいてるんですが、改めて、私の口からね、皆様にね、正しい情報をお伝えしたいなと思います。はい。まず、私は日本で、結婚して、結婚出産離婚と、その時、まあ、離婚の時にね、まあ、週刊誌、テレビ、新聞、ありとあらゆる、まあ、パパラッチをされてしまったんですよ。で、その時娘はキンダーだから幼稚園に行って、なんか本当に自宅まで、記事の人が来たりとか、もう毎日辛くて本当に外に出られない状態でした。ただ私は、昔は、まあ、某プロダクションに所属していて、CD を何枚か出していたりとか、まあ、デビューしたり、モデルの、まあ、仕事を少しさせていただいたり、いろんな映画のオーディションがあったりとか、まあ、ありとあらゆる芸能活動を少ししていた時期があります。なので元芸能人といえば芸能人のようなそんな感じだったんですけど、ただ、別に著名人でもないし有名人でもありません。はい。で、まあ、離婚の時に元夫は著名人なので、まあ、極秘結婚というか、まあ、籍は入れていた時には公にはしなかったんですよね。やはりファンの手前もあるので。そう。それで、まあ、離婚の時に出ちゃったのがそういった感じでパパラッチされちゃったんですよ。で、その内容としましては、そう、まあ、いろんなね、記事が出回ってはいます。で、娘が1歳で離婚したとか、なんか、そう、とにかく1年ぐらいで結婚して1年で離婚したとか、それは嘘です。はい。そんなことありません。なので、私はまあ遡れば、彼がインディーズデビューして、インディーズからメジャーになる時も一緒にいましたので、まあ、彼が20歳ぐらいだったかな、19歳20歳になったぐらいで彼と出会っているはずなんですよね。で、まあ、お付き合いをして、まあ、一緒に住み始めて、結婚して、で、まあ、娘が生まれて離婚、その過程は、約10年ぐらいありますね。彼が26歳で娘が生まれたので、で、離婚したのも、そう、まあ、それからなので、娘が幼稚園3歳半ぐらいの時に離婚してますね。で、トータルやはりなんだかんだで彼との出会いから始めて離婚まで約10年近く、9年ぐらいかな、まあ約10年近いと思いますね。で、そう、まあ一緒にいましたね。で、そう、あとはその離婚の理由、そうですね、ちょっとこれはね、まあ、性格の不一致ということになっているので、それで片付けてしまった方が、まあ、スムーズだろうと私は思います。まあ、相
相手があることなので、そう、理由はね、ちょっと私の口からは正式には公表できません。はい、まあ性格の不一致ということでいいと思いますね。はい、でいつかねまた詳しい詳細をねまた話せる時期が来たら、それはそれなりにまたお話もさせていただこうと思っております。ただ今現在は離婚の理由は性格の不一致ということで、はい、大丈夫です。でそう、現在まあその離婚後の現状に関しましては、こちらもねまあいろいろねネットでは出回ってはいます。はい、まあその後もね、私はね元夫とは仲が良くて、まあ、未だに連絡をさせていただいてまして、やはり娘がいますのでね、どうしても一生ね彼とは切っても切れないご縁もあり、連絡は途切れることなく、家族の LINE もできておりまして、まあ、彼が作成してくれたんですけどね、まあ、家族でね LINE を連絡するようなそういったシステムもあり、とにかく彼は本当に子煩悩で、人間的にも社会貢献においても彼の存在、本当にアーティストとしてもそうですし素晴らしいです。私は、本当に未だにね、彼のことはねもう尊敬敬愛、本当にもう全てにおいて神様のようにね拝んでおります。はい、大好きで、やはり本当にいい人なんですよね。もう一言では言い表せないぐらい、もう彼の良さっていうのはねありとあらゆる面で未だにね私たちをサポートしてくださっているし、素晴らしい方です。はい、偉大な方だと思います。はい、それは一生ね、どんなことにおいてもね変わりはないですね。はい、まあ本日そういった形でね、ちょっとネットに出回っている情報があまりにも曖昧で悔しくって辛いんで、ちょっと緊急を回させていただきました。はい、それでは皆様いかがでしたか。本日アレックスハリウッド、アレックス杉原が、ちょっと自分の口から告知させていただいた内容になります。 OK、 それでは皆様 Thank you so much watching. Hope to see you soon, you guys. OK, have a good one. Talk to you soon. Bye bye.